沙織ちゃん捜査か。あんま無茶できんな。まずは RK の人たちを探す必要がありますね。彼らはヤクザと違って一目ではわかりません。沙織ちゃんには見えないの。なんか、頭上にポカーンってなんか赤いの出てくんの。でも大丈夫。こういう時は顔の広いテンダーのマスターに聞けばいいんです。そう。バー、テンダー。ここがバーテンダーですね。ヤカミさんがこの町に来て最初にバイトしてた店。年齢詐称してな、あいつ。顔の広いマスターに行けば、RK の人たちにどこで会えるのかも教えてもらえるでしょう。いや、なんか沙織ちゃん操作してもすんごいなんか、ドキドキしてしまう。あ、マスターいる？マリネもいる。マリネ初じゃない？ロストジャッジメント。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。マスターもやけど。嬉しいね、来てくれて。ターボの時そんなこと言ってくれないじゃん。こんにちは。ターボと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？今日ダンスしてます。ええ。そう。じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ。それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。なんかずいぶん息の合ったお二人ですね。じゃあここで話を聞くならまず一杯頼まないと。ねえ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 、ターボの時全然そんなんなかったじゃん。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボが入れてるボトル飲んじゃいな。飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。マジかよあいつ。ありがとうございます。家賃も払ってね、しつけしてんの。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。沙織ちゃんっていいよな。ほんと、なんだかかっこいい。なんか嘘がない分ね、すごくいいよね。お二人に言われると恐縮しちゃいます。好きなんだよな沙織ちゃん。マリネと美人が二人並んでるとなんかこう、年がいもなくウキウキしてくるね。わかる、私もなんかウキウキしてる。あら、ほんとだ。今日マスターいつもより12ヶ月は若く見える。その赤ちゃん単位な。1年でそれじゃいつもと変わんないじゃないの。だってマスターがそれ以上若くなったらかっこよすぎちゃうじゃない。ああ、本当ですね。うまいな。いけない、ここは罠ですね。なんだか居心地良すぎて仕事忘れちゃうね。なんかいいな、ここ。普通にここ飲みに来たよ。めっちゃ楽しそうなんやけど。しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ、うん、彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はい、そうですとは言わないんだ。え、そうなの？あんなに自慢しいなのに。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、うん、そうなるとちょっとだけ難しいかも。どうしよう。ちょっとだけですか。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。あ、本当に？ただその格好だと硬すぎちゃうから、え、少し隙のある服とかメイクにするといいかな。え、今回も沙織ちゃんいじれちゃったりする。なるほど、そりゃいい考えだ。隙のある服とメイク任せて沙織ちゃん。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったらカムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。沙織ちゃんはレベチだよ。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？これからすぐに？まあ他の手もなくはないだろうけど、 RK には効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。本当？ありがとう。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。オッケー、任せといて。任せといて沙織ちゃん。あのね、味村これに関してはすごくね優秀で有名なんだよ。あ、今回もやっぱこういう系か。ドレスなんだね。まあ、前回これ着たよね、確か。チャイナ服。違う感じでいくか。仕上げてきました。
なるほど。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。どう？今回ちょっと髪の毛長めで仕上げてみたいんやけど。なんだか恥ずかしいです。今まで結構ね、ボブとかショートでしたんやけど、ちょっとイメージ変えて。かわいい。そんな。本当に大丈夫だってば。ほら、もう見てるよ。ほら、もう夢中だわ。まだ何か足りないみたいね。なんだろうか。最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。いや、沙織ちゃん本当に可愛いからね。そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。足開きすぎよ、沙織ちゃん。オッケー、バッチリ。ほら見てみて。ほら、めっちゃ見とる。だって可愛いもんね、本当に。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。可愛い、本当に。マリさん、RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？行く。スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。うん、いいんですか？いや、すんげえ頼りになる名前ね。そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。いい姉さんだぜ。占領通りを歩いてみましょう。安慶が声をかけてきたら閉めたものです。可愛いね、本当に。こちらから可愛い深夜のことを聞き出して彼らが調べた情報を手にできるかもしれません。占領通りか。占領通りどこだっけ。この辺行ったら声かけてくれるのかな。なんかせっかくやったらさ、あんまりね、星野に見せに行きたいんやけど。星野に見てほしい。なんかめっちゃごめんね、なんか人にぶつかっただけでこんなにびっくりされると思ってなかったからさ。なんか星野ってゴリゴリに褒めてくれるやん。なんか怖い怖い、いっぱい来てる。え、ない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 。なんかみんななんでビクビクしたん、そんなに。起きたよ。いやちょっとごめん、お姉さんたちかっこいいね。でしょ。今日はどこか飲み行く感じ。あ、それともこの辺の店で働いてると。花頭伴奏じゃん。女二人寂しく飲み歩いてるとこねえ。ねえ、ねえ。だったら俺に奢らせてくんない。いい店知ってんだ、いくらでも飲ませてあげるよ。かおりちゃんかわいい。わ、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめっちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。彼らが RK ならすぐに乗ってもいいですね。でもそれをどうやって確かめよう。花頭絆創膏だよ。君たち可愛いね。タイプよ。あんまりこの RK って言わん方がいいよね。今夜はめちゃくちゃになりたいの。それはもう星野に言ってあげて。今流行りの RK って知ってる？知ってる RK って。今カムロ町で流行ってると思うんだけど、 RK って知ってる？ああ、RK ね、もちろん知ってるけど。何、興味あんの？全然。だって今一番イケてて一緒にいて楽しいのはRK の人たちだって聞いてきたからさ。前回のキャバ嬢体験がもう身についとんな。そこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ。沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのか。え、それってどういう。あれ、笑ってしまった。まさかもしかしてあなたたちって。おや、もしかして。まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね。俺ら少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。
俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。うまくいったみたいですね。やっぱりこの男たちは RK のメンバーです。あとは河合信也のことを聞き出しましょう。彼らがなぜ河合を探し回っていたかを。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ。まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。何言ってんの、カタカナ使え、ええと思うなよ。壮絶な世界、かっこいい。かっこいい。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。ああ、あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だ。こいつ本当にベラベラしゃべるな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。かっこいい。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ、面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。ほう。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。ほう。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？やり口の見越しが止めとんの？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山ん中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。え、それってさ。でももう5年も前のことだからな。河合をバンに押し込んだ仇の一団、それも昔の知り合いらしいって。今回の江原とつるんどったやつと似とんな。もしかしたらまた黒川学園の同級生たち。いえ、さすがにそれは結論急ぎすぎかも。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。沙織ちゃん、そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いて。やめて。はい。さっき沙織ちゃん、私も思ったんよ。なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？なんだよ。もしかして最初から河合のことを。やめろ、触んな。話してほしな。何者？ほしな。何をするんです？その手を離して。星野集合、星野。どうしよう、お前らに名乗る名はないんだ。お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだと、急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ。大丈夫さ、震えてるじゃねえか。むしゃぶるいって。かっこいいぜ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ファシナーんじゃねえぞ、姉ちゃん。ファシナ、沙織ちゃん。あ、あれだ。かっこいい。目障りだぞ、チンピラ。東さん、
てめえ。たく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。かっこいいよ。あの、礼なんていらねえ。この町歩くときは気をつけな。特に美人。東、ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え？え？なんで？え、東知らなかったの？沙織ちゃんだよ。城崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だいや、これは気がつきませんで、城崎先生。しかしすげえっすね、見違えましたよ。お店長、東よ。ありがとうございました、東さん。いいわ、東好きだわ。私はともかくマリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。マリネ、マリネ、さっきの奴らは思ったよりチーカーですよ、この子。最近町中で調子づいてるんですよ。元登場会の松金組員で東徹さん、愛藤さんの射程で、矢上さんとも顔見知りです。矢上さんのことを薬病神って言った子ですね。確か今はゲームセンターの店長だったはずだけど、格好はヤクザファッションのままなんですね。普通の服着たら絶対モテるのに、こいつ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。え、めっちゃ優しくない？いや、何、俺も最近は暇してるもんだ。え、キュッてしてる、もしかして。そうなんですか、ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしますね。知ってる星野の女だよ。じゃあその前に矢上さんに電話を入れさせてください。え、東めっちゃニコニコしてない？え、そんなことあったっけ？東、13年前にいじめ加害者だった河合信也をバンの一団に連れ去られて河合町から消えた。その時の様子からすると、彼らは河合の知人、また黒川学園の同級生らだった可能性があります。ちょっとドライアイで目が痛いからちょっと待ってもらっていい？全然電話出ねえじゃん。八神の野郎、何してますかね。城崎先生の電話には通行類内に出ろってんです。あれ、東、なんか沙織ちゃんファンになってる。おかしいですね。もう一度かけてみます。え、でも東、沙織ちゃん星野の女だよ、知ってる？殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ、過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された？どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か、河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。さて、こっちはしばらく沢先生待つか。職員会議が終わるまでかなり時間があるけど。ん？天沢からメッセージが。何？八神さん、私の後輩が相談したいことがあるそうで、授業が終わった夕方頃、お互いに都合のがいいタイミングで部室に来ていただけますか？わかった。天沢の後輩の相談か？なんだろう。ちょうど暇してたところだし話聞いてみるのもいいな。そういえば、つくもの事務所の方にも新しい依頼が来てるかもしれない。職員会議が終わるまで、まだ時間がある。どっかで時間を潰してこようと。なるほど。ね、ターボ聞いて。東がさ、もう、今までになかったぐらいニコニコしてたんやけど。ちょっとあんな、東初めてで私びっくりしちゃった。ターボには見せない笑顔だったよ。あ、なんか、あ、美人の前ではそうなるんだ。ターボあんな笑顔見たことないね。まあ、京子ちゃんのとこにも行くんやけど、ちょっと時間潰しに行ってくるわ。なんかね、サイドケースがあったので、それも見に行きたいし、今ね、ちょっと心が不安定、ニコニコ東を見て。えし、すっごいかっこよかったやん、登場の仕方が。何あいつ。しかもさ、なんかネットのファンの投票でさ、人気投票。あいつ1位やったやろ。ターボを差し置いて。なんでだよ。お、これか。え、何それ、え、何これ、
お願いです。そのカッパ返してください。カッパ？ん？え、え、ん？いい、ああ、そんなにこのカッパが欲しいのか。はい、どうか返してください。1000万。え？そんなに欲しいなら1000万円で売ってやるよ。そんな。それが嫌ならこのカッパで殴らせろ。いい、大好きなカッパで殴られるんだ、本物だろ。何これ、そんなむちゃくちゃな、何見せられてんの、なんだあのカッパ、石像、カッパの石像、どういうこと、よくわからないけど酔っ払いのトラブルかな、あれで殴られたらさすがにやばいだろ、止めに入った方がいいか、止めに入ろう。おい、ちょっとあんたそんなもの持って何やってんの、カッパを大事にしなさい。なんだおめえ、とりあえず危ないからそのカッパ下ろしなって話なら聞くからさ。うるせえ、いきなり出てきてなんなんだてめえ、たく酔いも今日も冷めそうだぜ。いっそ冷めてくれよ、たくイラつくぜ。なんか後ろ流れてない、何あれ、まずはお前からカッパのサビにしてやるよ。え、カッパで攻撃してくんの、困るんだが、え、どういうこと、え、な、ちょっと待って、カッパ強っ、ちょっと待って、カッパ痛い、何あいつ、ちょっとカッパ強いよ、これもろていい、僕がもらうわ。どうすんの、まだやる、これ以上やるとあんたもカッパも無事じゃなくなりそうだけど。すいませんでした、勘弁してください。あんまりこの人がカッパ返してっていうもんで、酔ってたせいかだんだん面白くなっちゃって、わかるけど、それは本当もカッパとかどうでもいいんで、これお返します。これカッパなのっていうか、ではあの大丈夫ですか？ ありがとうございました。助かりました。カッパも無事です。これあなたのカッパ？何のカッパ？そのカッパ、あの後ろに流れてるのカッパじゃないよね。あなたのですか？いえ、これは公共のものなので、私のというわけではありません。あ、申し遅れました。私、偉人町町おこし課の小玉和俊と申します。小玉さんね。矢上です。これは探偵をしている矢上と言います。役所の方だったんですね。このカッパ像は町おこしの起爆剤になるはずだったものです。これで本当に起爆剤になると思ったん、はずだった、町中に設置されたこのカッパをフォトスポットにして、すべてのカッパと写真を撮った人に景品を進呈する予定だったんです。もっと撮りたくなるようなカッパにしや、この町にはカッパ伝説があるのでそれにあやかろうと、ところがカッパを設置してキャンペーンのアナウンスをしようと思った矢先に、設置したカッパがどんどん行方不明になってしまう事件が多発してしまいまして、盗難事件ということですか、なんでまたそんなことに、っていうかこんな石像そう簡単に盗まれない気もしますが、重そうだし痛いし、いえ実は石じゃないのでそこまで重くないんですよ。そうなの、痛かったよ。安く済ませようと海外の業者に発注したら、石っぽく硬くコーティングされた発泡スチロールになっちゃって。なるほど、そう言われてみればさっきの酔っ払いも普通に持ってましたね、これ。と言っても殴られた時は普通に痛かったですが、そういうこともあってあんまり大ごとにしたくないので、うちで回収も済ましたいんです。ほう、よくそんなんで設置する気になったな。そこでと言ってはなんなのですが、探偵さん、いらんこと言うなよ。はいはい、もしよければカッパを探すの手伝ってもらえませんか。明日以降にこれに代わる企画対応に追われて時間がね、素敵ず、もちろん報酬を支払いします、経費で。さっかりした人だ。どうしよう、困ってるみたいだし、カッパ探しの依頼引き受けようか。引き受けようじゃないか。わかりました、カッパ探しのご依頼を引き受けいたします。ありがとうございます。何体いるのか、あの差し当たっていくつかお聞きしたいのですが、残りのカッパの数と盗難原因の心当たりってあります？カッパは残りで結構あるね、7個は。設置して日が浅いので遠くには行ってないと信じたいところです。なるほど、7つか。おお、ドラゴンボールやん。まあ7つ集めたところで願いが叶うもんではないですが。え、なんか聞いてた私のこと。原因は、すみません、全くわからないです。一人で歩いて行ったとか、妖怪だけに。多分笑ってあげて。いや、冗談です。とりあえず状況は分かりました。
見つけ次第小玉さんにねご連絡する形でいいですか。はい、それでお願いします。私の部下がすぐに駆けつけますので。あ、まだキャンペーン含めて公になってないので、もろもろ悩み手にお願いしますね。はい、承知しました。承知。そのあたりは守秘義務もありますので、ご安心を。じゃあさあ、あ、もうこんな時間だ。離席しすぎてしまった。ではよろしくお願いします。八神探偵。ふん、ペコ。カッパ探しか。さて、町中に住むカッパ探しか。原因がわからない以上、しらみつぶししかないな。ユッターとか使ったり、いろいろなところに目や耳を向けて探すとしますか。なるほど、これもユッターで探せばいいよね。まあカッパに関しては、まあ、見つけ次第っていう感じでいいかな。あとなんかちょっとした暇つぶしカッパにしていこう。とりあえずじゃあ本編も進めたいし、私なんかさ、さっきさ、沙織ちゃんの電話に出んかったわけやん、ターボーは。つうことは多分この今から何かがあるのね、ターボーの身に。つうことはだ、カッパとかしてる場合じゃねえんだわ。でもね、京子ちゃんも物質規定って言ってたし、行ってみようか。なんけ、後輩の女の子？八神さん。急に呼び立てしてすみません。いいよ。天沢。お願いしたいことってなんだ？ちょっと話が長くなると思いますが、お時間大丈夫ですか？天沢の話聞こうか。このサイドケース始めた後、クリアするまで他のイベント進行が止まります。あ、カッパとか。いいよ。するする。ああ。ああ、わかった。俺も一応水系の顧問だからな。協力させてもらうよ。ありがとうございます。いいよ。メッセージでもお伝えしましたが、実は相談に乗ってもらいたい後輩がいるんです。ちょっと呼んできますね。もうありがとう。ゆっくりでいいよ。よろしく。何？よろしくお願いします。はじめまして、2年の島田久義です。水系の外部指導にやってる八神です。よろしく。なあ。で、相談って？ですね、八神さんは呪いや超現象、超常現象といったものを信じますか？どうなん、ターボを信じてんのかな。味村そこまで信じてないよ。なんだって？なんで？実は今日の依頼はそういった少々非常識といいますか、まか不思議なことなのです。そう、はい、信じてもらえないかもしれませんが、まあひとまず聞かせてよ。天沢家の呪い？え、お前の呪い？なあ、島田くんだったね。相談内容聞かせてくれる？うちにある招き猫のことなんです。招き猫？招き猫っていうと縁起の置物かな。ええ、その招き猫です。一般的には商売繁盛の着物として知られていますね。品を招くと言われています。他にも黒い招き猫は厄除けの効果があると言われていたり、幸を招くという招き猫もあるようです。なんか上げてる手で違うんやろ。いろいろと種類があるんだな。ただそのうちにある招き猫はちょっと特殊で、幸福やお金ではなく不幸を招くと言われているんです。大事を。不幸を招く、汚い。これなんですが、何埋めたの？一回埋めて取り出した？随分と年季が入ってるの。父が骨董屋の知人から買い取ったものです。戦前からある貴重なものだそうです。おお。その時に知人が言ってたらしいんです。この招き猫は不幸を招くと言われる曰く付きの一品だと。はあ、君のお父さんどうしてそんな君の悪いものを。うちの父金品コレクターでして、そういう曰くとか大好物なんです。なかなか変わったお父さんだね。にしても不幸を招くか、眉唾者だな。八神さん、その曰くただのホラ話とは言い切れないようなのです。なるほど。実は島田家では今現在進行形で様々な不幸が起こっているのですから。なんだって？どういうこと？それを教えて。不幸を招く招き猫。実は父があの猫を買ってきてからというもの、君の悪い出来事が立て続けに起こっていて、例えば家が火事になりかけたり、父が謎の高熱にかかってしまったり。不審火に謎の高熱。確かに気味が悪いな。何、今からホラーが始まるの？それにあの招き猫が来てから僕の成績も下がりっぱなしで、学年で10番以下に落ちたことないのに。別によくない？10番以下、その言っても20番30番やろ。よくない？それは招き猫関係あるのかな。でもそれだけじゃないんです。ある夜、父
の枕元に亡霊が立っていたそうで。え？亡霊。まるで復員兵のような格好した男が青白い顔でぼーっと立っていたそうなんです。ほう。何でも招き猫を返せと、そうつぶやいていたそうで、夢かと思ってそのまま寝ちゃったみたいですが。それって夢じゃないの？いえ、わかりません。ただ父が謎の高熱にかかったのもその出来事の直後だったんです。まるで呪いです。ほう、なるほど。まあそういう類のゲームいっぱいしてきたから大丈夫だよ。偶然にしても気味が悪いな。それからというものを父は不幸続きで、先日は車にひかれそうにもなっていましたし。大丈夫父、それだけ届くとただの偶然じゃないのか？いやだがな、偶然も度重なれば必然を疑う余地が生まれてきます。事件の背後に何らかの原因があるのかもしれません。きっと招き猫の呪いが原因なんですよ。ふてちゃえそもそもなんだけど、そんなに気味悪がってるならその猫捨てたらいいんじゃない？いえ、それは父が手放したがらないんです。貴重な猫だからと。前の持ち主が有名な作家さんだそうで、招き猫にまつわる曰くがあるとかで。え、有名な作家？曰くつきってその人に何か不幸があったの？ほう。はい、その作家さん転んだ拍子に例の招き猫に頭をぶつけて亡くなっているそうなんです。あんまり言いたくないけど、間抜けすぎない？マジで？曰くが間抜けすぎない？それはマジの曰くだね。ファンの間では有名なエピソードみたいです。だからこの招き猫にはとんでもない価値があるそうです。ちなみになんていう作家さん？それは天沢北、ミステリー作家で私の祖父です。おや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 、え、天沢の？じゃあこの招き猫に頭をぶつけて亡くなったのって。ごめんね、なんか間抜けとか言ってごめんねえ、何、おじいちゃんの話？招き猫の前の持ち主って天沢のおじいさん、しかも頭をぶつけて亡くなったって。ええ、この招き猫が祖父の持っていたものと同じものならですが。ん？どういうこと？実は祖父が亡くなって以来7年間招き猫は行方不明になっていたんです。祖父の死後、こんな気味の悪い猫置いておけないと祖母がどこかの質屋に流してしまったようで。なるほど。あ、それで巡り巡ってっていう可能性か。なるほど。この写真を見てもおじいさんの持っていた招き猫と同じものかどうかはわからないか。何しろ7年前のことですからね。写真だけではなんとも。そっか、あの招き猫は当時から不幸を招く招き猫と言われていました。実は祖父も古今東西の珍品コレクターだったんです。だから不幸を招く招き猫など代物には飛びついたそうです。天沢喜多といえば猟奇趣味なミステリーで有名ですからね。いかにも食いつきそうです。祖父も相当気に入っていたようで、当時祖父にはよく自慢されました。おじいちゃんの遺伝子をここ引き継いだのかな、この子は。まさかその招き猫が原因で自分まで命を落とすことになるとは思っても見なかったでしょうけど。なるほどね。7年前に天沢の祖父の命を奪った招き猫、それが今再び不幸をもたらしているか。八神さん、私はオカルトの類を信じる方ではありません。不思議や謎というものはすべからく合理的に解決されるべし、そう考えています。それこそがミステリーの真髄なのですから。それはなんか私も思うな。ああ。ですが、だからこそこの7年間ずっと引っかかってきたんです、祖父の不可解な死が。でも警察には事故死と判断されたんだよな。だったら不可解に点はなかったってことじゃないか。いえ、実は祖父が亡くなった夜、私は一つ奇妙な出来事に遭遇しているんです。ほう。合理的に説明できない怪奇現象としか思えない出来事に。え、怪奇現象？何があったんだ？え、何、どうしたの？すみません、今は頭の整理がつかないので、それについては例の招き猫が本物だと分かった時に話させてください。分かった分かった。珍しいな、
甘さは言葉にできないなんて、小田和正状態ですね。おじいさんを亡くした事故だ。さすがの甘沢といえど語るのは辛いんだろう。矢上さん、私としてはこの事件放っておくわけにはいきません。もしも何か私たちに見えていない何らかの原因があるなら、さらなる不幸が起こる可能性があります。7年前祖父に起こったような悲劇は二度と起こしてはいけません。事件が起こる前に防ぐ、お前のポリシーでもあったな。はい。それにこれは私自身の問題でもあるのですから。甘さは矢上さん、だから矢上さん、この謎の解明に手を貸していただけませんか。ああ。もちろん、俺はミス系の顧問だからな。協力するよ。ありがとうございます。いいよ。それじゃ早速調査開始といきたいが、まずは招き猫の現物を見てみたい。そうだね、まずはね、ええ、それもそうですね。島田君、お父さんに頼めるかな。そう。はい、甘沢期待のお孫さんが本物かどうか判断してくれるなら、父も喜んで見せてくれると思います。ちょっと電話してきますね。ありがとう。大丈夫だそうです。ぜひお会いしたいと。それはよかった。どこで会う。駅近の喫茶店プラージュでって約束しました。プラージュか、嫌な思い出があるんだよな。学校だと入るのに手続きいるでしょうし。よかったですか。うん、ここまで来てもらうのも悪いし、それで大丈夫。それじゃあ僕は先に迎えに行ってますね。喫茶店の前で待ち合わせしましょう。じゃあ京子ちゃん一緒に行く。矢上さん、私たちも準備ができたら向かいましょうか。行こう。じゃあ京子ちゃんと一緒に行けるんかな。おいで京子、おいで。そちらですね。うん、こっちだよ。出るんだよ、まず。まずは出るんだよ。お、いいじゃん。ちょうど階段から段差ちょうどいいね。京子ちゃん笑ってくれる。京子ちゃん笑顔、タブを見て笑ってるでしょ。京子ちゃん笑顔。矢上さんは普段から尾行されるんですか。何言ってんの急に。まあ仕事だからな。あ、喋りながら言ってくれる。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう。私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。一緒に行きます。終わった。普段さ、私全然一人で喋ってるからさ、なんか新鮮だった。二人が間をつないでくれるって。にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとは。びっくりした、急に喋り出すから。意外ですか。いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり、探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない。天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐんです。何言ってんの。厄介なものを受け継いじまったな。京子ちゃんってやっぱ変わってるよな。おもろいよな、この子。いるかな、招き猫親子。あ、いたいた。あ、矢上さんに天沢先輩。お、あなたが天沢喜多のお孫さんですか。はじめまして、天沢京子です。どうも。島田美希夫です。ミッキーと呼んでください。息子がお世話になったそうですね。それにしてもいやはや驚きました。さすがは喜多の孫さん。まるで喜多の小説に出てくるヒロインのような、凛と美しく鋭い知性を感じさせるものがありますね。え、そうですか。マンドラでもない。ちょっとお父さん、そういうのいいから。おっと、失礼しました。それでこちらの男性は矢上です。矢上隆之です。ミステリー研究会の外部指導員で、本職は神室町の探偵です。ほうほう、本物の探偵さんですか。なるほど、実に面白い組み合わせですね。夜の街の探偵と美少女探偵のコンビいいですね。まるで喜多の小説のようだ。
このお父さん全然元気じゃない。大丈夫そうなんやけど。すみませんでした。あの、本当父がすみません。お二人ともどうぞ中へ。やっぱお父さんがこんなやと息子がしっかりするんかな。あ、リスだ。では早速ですが、ポーを招く招き猫の現物見せてもらってもいいですか。ええ。ああ、どうぞ。こちらです。ほう、これが。実は先日テレビの鑑定番組に出したんですが、天沢キタンが所有していたものか証明できなかったんです。本物なら200万円の価値があるそうなんですがね。200万。京子ちゃん持って帰る。ええ。何しろキタンの命を奪ったものですから、ファンの間では伝説です。はあ。それにしたって200万ですか。天沢、本物かどうかわかるか。どうぞ手に取って調べてみてください。では失礼して。あ、何この赤黒いシミ。え、まさかおじいさんが頭をぶつけた時に。いえ、これ私が昔こぼしたケチャップなどです。汚ねえわ。え、ケチャップ。祖父の部屋でフランクフルトを食べていて、その時に派手に飛び散ってしまったんです。フランクフルトにどんだけお前をつけとったよ。これフランクフルトを刀に見立てて振り回していたんです。当時祖父が見ていた時代劇の真似で。ああ。意外とやっちゃだったんだな。幼女甘さは。幼女って言うな、女子高生。ですがケチャップの跡があるということは本物に間違いないようです。おお、やっぱりそうでしたか。え、ってことはこれ200万。マジで200万。すげえ。今ここで亡くなったら一番に疑われるのはターボーです。あの島田君のお父さん、つかぬことをお聞きしますが、この猫、泣いたことはありませんか。にゃおと。え、招き猫が泣くってどういうことですか。実は祖父が亡くなった7年前の夜、私聞いたんです。この猫が泣く声を。え、なんです泣くのこの子。天沢キタンが亡くなった夜にお前が遭遇した怪奇現象って、もしかしてそのことか。ええ。はい。なあ、詳しく話してくれるか。辛いとは思うが。わかりました。珍しく天沢の元気がないな。そうかな。結構元気だったよ今まで。何年前の事故。天沢。おじいさん間違いなく事故で亡くなったのか。事件性はなかったんだよな。ええ。警察が来て調べてくれましたが、現場に不審な点はなかったとのことでした。それに何しろ現場は密室でしたから。書斎へ入る扉は内側から施錠されていましたし、外に通じる窓もクレセント状で閉じられていたんです。呪われた招き猫に密室か。いよいよ探偵小説に見てきたな。あの、そのクレセント状って何ですか。何にクレセントって。オフィスや家庭の一般的な窓でつぶく使われている半円形のグイッと上に押し上げるタイプの鍵だよ。ああ、なるほどね。ああ、あれですか。そんな名称はあったんだ。当時の警察の捜査では書斎へ入る扉にも窓にも細工した痕跡はなかったらしいです。争った跡も盗まれたものもなかったので、警察も事故だとすぐに判断したようです。だとすると冒頭の類の可能性も低いか。その後この招き猫は家族に気味悪がられ、質屋に売り払われることになりました。質屋に流れた後の行方は分からなくなってしまったのですが、まさかまたこうして再会することになるとは。泣いたってどういうこと。天沢。7年前天沢キタンが事故で亡くなった夜、間違いなく聞いたのか猫の鳴き声を。ええ、間違いありません。あれは深夜1時半頃だったと思います。夜目を覚ましてしまい、祖父の書斎の前を通った時のことです。書斎の中から確かに聞こえたのです。にゃーという鳴き声が。本当に言うてる。家で飼った猫じゃないですか。もしくは野良猫とか。まあそれが普通よね、考えとしては。それはないかな。あの当時実家で猫は飼ってなかったし、アジムラはいるけどね、柴犬も。それに庭でランポ、アジムラね、犬も飼っていたから猫が来たらすごく吠えたはず。それにあの鳴き声は家の外じゃなくて祖父の書斎の中ではっきりと聞こえたの。おじいちゃんが言ったってことはない。マジかよ。気味が悪いな。実は当時祖父にはよく言われていたんです。あの猫が鳴くとき
候が起こると。なんだって。それ言われて死んだって嫌だね。なんだって。万が一書斎で猫の鳴き声を聞いたら決して近づくなと祖父に言明されていたんです。だから私、鳴き声を聞いたあの夜怖くなって部屋に逃げ帰ってしまったんです。そしたら翌日祖父が書斎で。それは辛かったでしょうね。もしもあの夜私が勇気を出して書斎の中を見ていれば祖父の死を防げたかもしれません。それなのに。もうそれ京子ちゃん悪くないな。7年前といえばまだ11歳前後だろ。怖くなって仕方ないさ。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべし。このことから来てるんかもね、その京子ちゃんの考え方っていうのも。その言葉の背後にはもしかしたらおじいさんの事故を防げなかった思いがあるのかもしれないな。そんなことないって分かりたいけどな、今回の。島田さん、今日はご協力ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。何か謎を解くヒントはつかめましたか。それについては何とも。え、危ない危ない、ミッキー。え、なにこれ、ミッキー大丈夫本当に。な、大丈夫ですか。すみません、ちゃんと固定されてなかったみたいで。まさか、これも招き猫の。バカな、そんなことある。 お父さん、こんな招き猫これ以上持ってたら。はは、さすがに怖くなってきたな。いや本当、冗談じゃなかった今のは。危ないって。それでは私たちはこれで。今日はありがとうございました。どうしたの。あの、島田君のお父さん。はい、お願いします。その招き猫しばらく私たちに預けてくれませんか。え、危ないよ君たちに。はい、せめてその猫の呪いが解けるまでは。だけど危険じゃない。なんかこの猫の呪い本物っぽいし。祖父は言ってました、呪いはそれを信じる者にだけ聞くと。信じる者だけに。はい、それに謎や不思議を前、謎や不思議を前に立ち止まってはならない。考え続けるのだ。幼い頃からよく祖父にそう言い聞かされてきました。私は天沢キターンの孫として呪いという不思議の前に立ち止まるわけにはいかないんです。だから私に呪いは聞きません。いや、そうは言っても。それにこの謎は解かなければならないのです。天沢キターンの孫娘として。7年前、この猫の鳴き声を聞いた時、私は恐怖にすくみ上がり真実を探求することを諦めてしまいました。もうあんな後悔はしたくないんです。翔子ちゃん、わかりました。そういうことでしたらお預けしましょう。この猫の呪いを解いてください。ありがとうございます。よし、あの島田君のお父さん、この招き猫質屋の知人から買い取ったそうですね。どこの質屋でしょう。美人町の恵比寿屋です。恵比寿屋ですね。わかりました。ひとまずそこで話を聞いてみます。天沢はいつも以上に張り切ってるな。よし、俺も顧問として手伝ってやるか。そうだね。